武蔵丸光弘は、アメリカ合衆国ハワイ州ワフ島出身で、武蔵川部屋所属の元大相撲力士、タレント。第67代横綱。本名同じ、旧名、米国名、フィアマルペニタニ。身長192センチメートル、体重235キログラム。現在は、年寄り、武蔵川、武蔵川部屋の師匠。特異は、月、押し、右四つ。 救い投げ、血液型は、A 型、8人兄弟の4番目、趣味は、ゲーム、音楽鑑賞。愛称は、丸、各界の最後を高森。2008年4月にフラダンス教室経営の女性と、結婚、同年8月23日に、故郷のハワイで挙式。2014年6月28日には、第1子となる長男が誕生。アメリカ領サモアで生まれる。 6歳の時に一家でハワイに移住したがサモア語しか話せなかったため友達もなかなかできなかったという小学校時代にアメリカンフットボールを始めハワイ州のワイアナエ高等学校でアメリカンフットボールのディフェンスラインとして活躍しプロ選手としての活躍を目標としていた大学からも勧誘されたが経済的理由で進学を断念した 大相撲入りの勧誘を受けたことを機に、過去に相撲との関わりが全くなかったにもかかわらず、大きな体を生かして、家計を助けようと決心し、武蔵川部屋に入門する。師匠の武蔵川親方は、その少し前に、武蔵坊弁慶というハワイ出身の力士をスカウトしながら、あっという間に逃げられたことから、半年のテスト期間を設け、徹底的に鍛えて、 様子を見てから、初土俵を踏ませることにした。そして、これなら、大丈夫だとみなされ、1989年9月場所に、初土俵を踏んだ。入門当初、武蔵川親方は、口では、ハワイに帰りたくなったら行ってねと、安心させようとしていたが、武蔵丸本人は、そんなこと言えるわけがないと、すでに相撲に本気で打ち込むつもりであった。 四込名は所属する武蔵川部屋と本名のフィアマルの丸からつけた。全相撲が終わってから、ビザが切れて、日本に滞在できなくなったと武蔵川から聞くと、当時日本語が流暢でなかった武蔵丸は、お前はもうこれ、以上相撲ができない。もう今日で終わりだよと誤って解釈してしまい、半日ほど釈然とせず、悔し涙を流したという。 もっとも、これは一度出国して、ビザを更新すればよかっただけのことであった。幕下時代は1日100番の稽古で鍛え、ちゃんこは当時苦手であった納豆を含めて、何でも食べるよう心がけた。初めて番付に、名前が載った11月場所で7戦前全勝の、序の口優勝を。続く2場所はいずれも6連勝で迎えた7番相撲で、敗れて、優勝を逃すも、 1990年5月場所で7戦全勝で3段目、優勝。幕下2場所目の同年、9月場所では2勝5敗の成績で入門後発の負け越しを経験したが、その後は横綱として迎えた2000年、1月場所までのおよそ10年間で一度も負け越しを喫することはなかった。負け越した場所から4場所連続で勝ち越して、1991年、 7月場所において、新十両昇進を決め、この場所を11勝4敗で終えて十両を優勝。続く9月場所も10勝を挙げて十両を2場所で、通過した。1991年11月場所に、修正のライバルとなる高野並らと同時に新入幕、東前頭12枚目の地位で11勝4敗を、挙げて、関東賞を受賞した。大きな体を生かした月吉と、 右四つからの寄りを得意とした。新入幕前の相撲雑誌には、ハンマーで固めたようながっしりとした体の力士で、アケボノと一緒にハワイアンコンビとして、若隆兄弟の修正のライバルとなるだろう。と記述されており、新入幕前から大変な期待があったことが伺える。そしてこの通り、後年に、明けぼの、高野花、若野花らと四、横綱時代を築くこととなった。 1992年5月場所に新三役に昇進。平幕在籍はわずか3場所のみで、これ以降引退まで常に三役以上の地位を保ち続けた。同年7月場所は終盤まで優勝を争い、11勝4敗の高成績を上げ、初の技能賞を受賞した。翌9月場所には関分けに昇進し、10勝5敗と2桁勝利を挙げた。 その後はやや停滞していたが、1993年11月場所では8日目に横綱、明物を突き落としで破り、13勝2敗の好成績を上げて、史上初となる外国人力士同士による優勝決定戦に進出。再び明物と対戦、敗れて優勝はならなかったが、初の主勲賞を受賞した。1994年1月場所は、 大関取りの場所となり、順調に白星を重ねて12勝3敗の、好成績で2回目の技能賞を受賞。同場所後、高野波と同時に大関昇進を果たす。なお大関昇進時の向上は、日本の心をもって相撲道に昇進いたしますであった。その後も、高野波とは、対照的な取り口ながら実力は白昼、白中。 よき子的種として長く名勝負を繰り広げた。ちなみに、ムサシマル対、高野波の幕内対戦回数58回は、当時大相撲史上、第1位の記録であり、対戦成績は、ムサシマルの37勝21敗となっている。西郷流星によく、似た要望で、日本人に親しまれた。ムサシマルを応援する、薩摩ムサシマルの会が結成されるなど、特に、 鹿児島県民から愛された。髪は黒の直毛、体型も腰高でなく、またあんこの度合いも、ハワイの選抜力士ほどではなかった。こうした条件が重なって、日本人力士の中に入っても浮き上がることがなく、大関昇進に渋い顔をするファンはあまりいなかった。新大関の1994年3月場所は、序盤後連勝したものの、その後は、 黒星が増えて9勝6敗に止まる。同年、5月場所では終盤まで優勝を争ったが、先週楽に、高野花に敗れ12勝3敗の優勝時点に、終わった。しかし続く7月場所では、先週楽に、高野花を下手投げで倒して、大関としては1987年5月場所の、大野国以来となる15戦全勝で、念願の幕内初優勝を達成。 武蔵丸と同じハワイ出身の先輩である、高健さん、小西木、明けぼのもなしえなかった、史上初の外国出身力士による幕内全勝優勝を果たした。初優勝を遂げた際、武蔵丸の目は真っ赤に充血し、嬉しいを繰り返すばかりで、あとは言葉にならなかったと後年に伝わる。優勝パレードでは大雨、暴風、稲光に見舞われ、粒ぶぬれの外戦となった。 12章の優勝時点に続く全勝優勝と横綱昇進の基準である2場所連続優勝もしくはそれに準ずる成績に値する実績だったが当時は昇進の目安が厳しかったこともありほとんど話題にならなかった次の9月場所は初の綱取りとなったが結局11勝4敗に止まり失敗なお同場所十一日目のことの若戦では最高位が 横綱の力士としては、平成以降唯一の水入りを経験した。その後も、終盤まで何度も、優勝争いに加わる成績を残すが、横綱の明けぼの、高野派ならに、あと一歩届かない成績が続いた。さらに、左肩関節の負傷の影響により、1996年から、3場所連続で9勝6敗の成績が続き、 その後も10勝前後に落ち着いてしまい低迷した。その低迷を挽回すべく右サしで腕を返してよる、相撲に変えたのが孔を奏しこれまで、分の悪かった高野花戦は1997年以降12勝7敗と、勝ち越し、晩年は5連勝して終わっている。なお、武蔵丸は、1996年まで対、高野花戦では7勝22敗と大敗しており、 特に、高野花の横綱昇進以降は一勝10敗で、全く歯が立たなかった。なお、その一勝は1995年、11月場所千秋楽に立ち合い変化で勝ち、若鷹兄弟による優勝決定戦を実現させた相撲だった。また、高野花との優勝決定戦では4戦全敗である。1996年1月22日に日本国籍を取得し、 本名を、武蔵丸光弘としている。高野花が初日から全休した1996年、11月場所は、11勝4敗ながら、幕内歴代最多数となる、史上初の5人での優勝決定ともえ戦となった。1回戦は武蔵丸が若野花を寄り倒し、海王を救い投げた高野波と共に、ともえ戦進出へ。 そして友江戦でも武蔵丸は一回戦不戦勝の明物と、そして最後は高野波をそれぞれ寄り切りで下してに、連勝、14場所ぶり2回目の幕内優勝を達成する。1日50番の稽古のおかげで持久力が十分備わっていたため、決定戦は苦にならなかったという。なお15日制定着後で11勝の優勝は、幕内最小勝ち星対記録である。 ちなみに武蔵丸は、全勝から12勝までの優勝も経験しており、11勝から15勝の5通りの、勝利数での優勝を経験した、唯一の力士である。続く1997年1月場所は2回目の、綱取りだったが、優勝の若野花に及ばず、惜しくも12勝3敗に止まった。高野花が途中休場した翌1998年、1月場所も、 混戦となったが、12勝3敗で、ムサシマルが7場所ぶり3回目の幕内優勝。同年3月場所3回目の綱取りに挑むが、前半戦の取りこぼしが響いて8勝7敗と、またしても失敗に終わった。1999年1月場所は、序盤から中盤にかけて、黒星が先行、幕内昇進5発の負け越しも懸念されたが、 終盤持ち直し、7勝7敗で迎えた千秋楽の、武蔵丸は高野花を土俵際で突き落とし、過労死でて8勝7敗と勝ち越した。その次の3月場所は、場所終盤の11日目から、当時の3横綱が全員休場し、横綱不在となってしまった。この異常事態に、当時の時津風理事長が、異例の謝罪会見を行っている。それでも、 武蔵丸と高野波の当時に大関が奮起し、千秋楽は、両者12勝2敗同士の相星決戦となって、場所を盛り上げた。その千秋楽結びの一番は武蔵丸が高野波を、寄り切って、完勝13勝2敗で4度目の幕内優勝を、果たした。また武蔵丸は、同場所で、幕下時代から続く通算連続勝ち越しが51、場所となり、 当時の北の海が持つ50場所を更新する新記録を達成した。翌5月場所、武蔵丸は通算4回目の綱取りとなった。場所前半で平幕力士に2敗を喫して心配されたが、その後連勝を続けて優勝争いの先頭に立ち、千秋楽は11勝3敗と一差で追う横綱明けのとの対戦となる。その千秋楽結びの一番は、 ムサシマルが明けを押し倒して13勝2敗の成績で5度目の幕内優勝を決める。また大関として2場所連続優勝を果たし、ついに5月場所後に横綱昇進となった。連覇を果たしたものの、直近3場所合計34勝の成績や、3月場所が3、横綱不在だったことに注文がついたが、当時通算52場所連続勝ち越し中だった。 安定感と優勝5回の実績を評価された形で昇進が認められた。なお大関32場所目での横綱昇進は、琴桜と並ぶ、史上1位体のスロー昇進だった。ちなみに大関在位32場所の間、負け越し、角番は一度も経験しなかったが、これは大相撲史上最長の記録である。またこの昇進を最後に、2017年、 一月場所後に昇進を決めた、稀勢の里まで、日本国籍を持つ横綱は2016年まで17年に、渡り一人も誕生しない状態が続いていた。本人は、大関時代に低迷していたのは、酒の飲みすぎのせいだと考えており、断酒して、相撲に集中したらすぐに横綱になったと語っている。武蔵丸の横綱昇進により、平成時代に入ってからは二例目の四。 横綱となった。その昇進伝達式では、横綱の名を汚さぬよう心、技、体に精進しますと予定していたところ言い間違えて、横綱の名を汚さぬよう、精進体にいたしますという不思議な向上を述べて、しまうというハプニングが起こった。横綱昇進披露では、初土俵を踏む前に、ハワイのタロイモで作った酒を出席者に振る舞った。横綱土俵入りは、 師匠の武蔵川親方同様に運流型を選択、土俵入りの指導も武蔵川親方が言った。しかし、武蔵丸の横綱土俵入りは、競り上がりがかなり不安定でしこの足があまり高く上がらないこともあり、2 0 0ラムを超える力士としては、今一つ重量感にかけ、決してうまいとは言い切れなかった。新横綱の1999年7月場所は、 優勝を逃すも、千秋楽に明け物を破って、弟弟子の関分け、出島の援護射撃を果たすなどの活躍で十二勝三敗の成績を収め、次の九月場所も十二勝三敗で横綱として、初の幕内優勝を成し遂げた。そして翌十一月場所も、千秋楽の十一勝三敗同士の相星決戦で、高野花を救い投げで下して十二勝三敗で連覇を、 果たす。また横綱に昇進した1999年は、武蔵丸にとって、初めての年間最多値を受賞。ただし、当時は、他の横綱が不調、または休場していた時期であり、しかもすべて12.13勝での低レベルな、幕内優勝であった。2000年1月場所には、左尺骨主根心筋付着部縁のため、4日目から、 初土俵以来初めての途中休場となる。先場所まで継続中だった連続勝ち越し記録がストップとなった。この頃から故障が目立つようになり、以降、左手首の故障に悩まされることになる。次の3月場所に復帰するも11勝4敗、また同場所中に、若野花が引退のため、4、横綱時代はわずか5場所で終わった。さらに同年、5月場所は、 場所直前の稽古中に左膝を粘挫したため、初めて初日から全球となった。同年9月場所、14日目で、武蔵丸マルカズと14戦全勝で5場所ぶり8回目の優勝が決まったが、千秋楽は、横綱明けに敗れて1994年、7月場所以来の15戦全勝はならなかった。結局2000年の優勝は、この一度だけに終わった。 2001年は、1月場所と5月場所、高野花との優勝決定戦に進出するも、2回ともに、敗れて、優勝を逃している。特に同年5月場所、14日目の無双山との一番で、巻き落としで敗れた際、右膝半突き板損傷の大怪我を負っていた横綱、高野花に対し、先秋落の、本割結びの一番は、 月落としであっさり下すも、優勝決定戦でも気を使ったのかまさかの上手投げに、横転し、優勝を逃した。後に武蔵丸は、高野花の怪我が気になってしまいやりにくかったと、コメントしている。その後、講演者からは、丸ちゃんは同情して、わざと負けてやったんだろうなどと言われ、本人はこれについて、後年、本当にショックで、 ショックで、もう相撲をやめたいと思ったくらいだったと振り返っている。その後7月場所からは、高野花の長期休場により、実質上7場所の間一人横綱の時代が続いた。不甲斐ない敗戦を引きずっていた武蔵丸は、例の敗戦から半年ほどは、稽古をしていても、心と体がバラバラで、本場所にも行きたくない。負けてもどうでもいいと投げやりになっていた。 7月場所の最中にはストレスから吐血した。しかし、それでも、このままでは、自分がダメになると高野花との再戦を望み、心を入れ替えて、稽古に励んだ。同年、9月場所は5つも、金星を健常してしまい9勝6敗と不調だったが、翌、11月場所は13勝2敗で7場所ぶり9回目の優勝となった。またこの2001年、 二年ぶり二度目の年間最多勝を受賞している。仮に、武蔵丸が十一月場所も優勝を逃した場合、優勝が一度もないままの年間最多勝という、大相撲史上初の新記録となっていた、木瀬の里が達成している。2002年1月場所は、左手首の故障再発で途中休場するものの、同年三月場所五月場所と二連覇を達成。 7月場所は、首痛の影響で終盤崩れて10勝5敗に終わるも、翌9月場所の、千秋楽横綱相星決戦では、長期休場明けの高野花を倒して、13勝2敗で12回目の幕内優勝を果たした。その優勝のインタビューで武蔵丸は、高野花に敗れたままだったので、これまでは優勝しても心が痛かった。帰ってくるまでずっと待っていた。 今までの優勝の中で一番嬉しい、と、笑顔でコメントする。高野花は引退後の対談で、もう一度丸ちゃんと結びの一番を取ったら、そこで引退しようと決めていたことを明かしている。しかし皮肉にも、この一番が、高野花と武蔵丸にとって、現役最後の対戦となり、また二人ともに15日間解禁した最後の場所となってしまった。さらに、 横綱同士の対戦を2007年、7月場所千秋楽の朝昇龍白鵬戦まで実現しなかった。同年、11月場所中、武蔵丸は持病の左手首の故障が悪化、人体剥離骨折により6日目から途中休場した。場所後に手術を決行したものの左手首は結局、全開することはなく、 現役最終盤の頃にはほぼすべての剣が切れており、左手の握力が 20kg を切るほど重症化していた。2003年1月場所から5月場所まで、左手首手術後のリハビリ専念のため3場所、連続全休。その間同年1月場所9日目に、平成の大横綱、高野花が引退、同場所後に、朝翔龍が、第68代横綱に昇進。 同年、七月場所へ四場所ぶりに出場したが、またしても左手首痛の影響からか二勝三敗と、不審、六日目から途中休場。翌、九月場所も、怪我の治療により再び全休、横綱として六場所連続休場となった。そして次の十一月場所で身体をかけるも六日目で三勝三敗と、波に乗れず、結果的に、 現役最後の相撲となった2003年11月場所7日目の土佐の海戦では、引っ掛けにあっけなく土俵を割ってしまい、思わず天を仰いだ。この日の夜、武蔵川部屋で、師匠、武蔵川親方と挙手を話し合った結果、武蔵丸自ら、これ以上、横綱としての相撲が、千秋楽まで取れないとの理由で、現役引退を決断する。 その報告を聞かされた部屋の弟弟,弟子である武双山、宮城山、武勇山らは揃って号泣し、また当時平幕に落ちていた公敵主の高野波も、翌8日目の支度部屋で、大粒の涙を流したという。なお、この引退によりこれ以降前述の稀勢の里が第72代横綱に、昇進するまで、番付から、日本国籍を持つ横綱が姿を消すことになった。 武蔵丸の引退記者会見では、かつて高校時代にアメフトの試合で首を痛めており、入門当初から左肩にはほとんど力が入らなかったということを明らかにした。武蔵川親方にすら、引退会見のその時まで語ったことのなかった痛みを抱えながら、14年間で通算連続勝ち越し55場所、外国出身力士最多の幕内706勝。 外国出身力士最多優勝回数12回などを記録した。2004年10月2日に引退相撲、断髪式が行われ、梅雨払い、雅山、立ち持ち、無双山と、共に武蔵川部屋の弟弟,弟子を従えて、最後の横綱土俵入りを披露した。引退後は、年寄り、武蔵丸として武蔵川部屋の部屋付きを方として、更新の指導に当たっていた。 当時、武蔵丸は、年寄り名跡を取得していなかったため、本来は、年寄りとして活動することはできないが、横綱は引退後5年間は、現役時の四個名で一大年寄りとして活動できる、制度があり、武蔵丸はこれを利用していた。任期が切れる、直前の2008年10月22日、武蔵丸は定年退職していた朝原サ大ザ郎が、所有していた。 年寄り名跡、振り分けを借り、日本相撲協会理事会は、武蔵丸の年寄振り振り分け襲名を承認した。これにより、武蔵丸は引き続き武蔵川部屋付きをやかったとして、協会に残ることが決まった。一大年寄りの年限間,間際になっても、年寄り株取得をめぐる動きは、表沙汰にならず、帰国して、実業家の道を歩むなどと報道されてもいたため、このニュースは、 いささか意外感を持って受け止められた。翌日付の東京中日スポーツによると、問題が山積している各界で、何か力になれることはないかと考えるようになったからだと、いう。なお仮株での襲名のため、引退から5年経過した同年、11月場所中に、委員大を解かれ、全年寄りの序列再開となった。2012年8月30日、 定年退職していた朝日国というが所有している、年寄り名籍、大島へ、名籍変更することが承認され、三代目、大島親方となった。2013年2月4日、仙台、武蔵川親方の定年退職により、年寄り名籍、武蔵川を取得し、年寄り、武蔵川を襲名した。同年4月1日付で内部子の力士二人と、 床山一人を連れて武蔵川部屋を独立し、師匠として、後進の指導に当たっている。なお、部屋の弟子の武蔵区には、実の甥いである。入門前は相撲を見経験者の弟子を多く抱え、厳しい指導を行うも、感情的に怒鳴ることはない指導で知られる。一方土俵を離れれば、笑顔でおおらか、優しくて、懐が深く、好きがあれば、ギャグを連発する。 裏表のない気さくな人柄を発揮。元横綱として持つ講演者や本人の人柄などもあって、ちゃんこの食材がすべて差し入れでまかなえる日もあるなど、部屋の食料事情は充実している。入門直後には、ろくにコミュニケーションが取れない弟子もいるが、武蔵川主導で、バーベキューやデリバリーピザを囲んでの食のレクリエーションを行う。 ことでそうした弟子も、自然とコミュニケーションを取れるようになる。相撲協会の職務では、観察委員を務めている。仮株時代は、規定により、平ら年寄りに留め置かれていたが、名跡を取得してから1年が経った2014年4月の、職務文章で主任に昇格している。5年以内に年寄り名跡を取得しなかった影響もあるが、 元横綱が引退から10年以上かけて、主任以上に昇格した例は、極めて珍しい。2015年2月の職務文書では、主任昇格から1年弱で委員に昇格。2010年から、デイリースポーツ相撲評論家を務めているほか、小西キラが所属する、芸能事務所 KP に所属し、武蔵丸名義で、タレント活動も行っている。 2014年3月には、国技館すぐ近くの JR 両国域に、大関時代の優勝額を寄贈し、以前からあった師匠、三重の海の優勝額と一緒に展示されている。2017年4月末には、末期の腎不全に襲われ、妻から腎臓提供を受けた。夫妻共に手術を受けて部屋を、しばらく留守にしていたが、弟子たちは親方。 おかみ不在を協力し合って、留守を守ったという。2019年からナンバーで、ムサ丸シマルの辛口ごめん王、相撲が連載されている。入幕から、大関時代初期までは、安定感のある突き押しを武器にして、期待に違わぬ快進撃を続けた。アメフトの技術を応用したことによるもので、幕内時代の嫌い方との対戦ではアメフト張りの、 タックルで嫌い方を土俵際まで吹っ飛ばしている。月吉の威力は、水戸泉、現、10代西木戸から、馬の蹴りに例えられるほどであった。しかし、1996年頃から太りすぎもあって、次第に、月吉の回転が鈍り、月吉では、明けぼのほどの破壊力を示すことができなくなり、また四つ相撲では、腰が軽く簡単に転んでしまう上に、 左肩の致命的な故障の影響で相手に右上手を引かれると糸も簡単に崩れるなど物足りなさの残る内容で苦闘を強いられることになった。左四つになっても自分得意の肩になるまで出なかったため当時の出羽の海理事長におとなしすぎる。もっと積極的な相撲を取れと異例の注意を受けたことも。その後、突き押し主体の相撲や左四つでは 覇権を握る高野花には通じないことを悟り、1997年頃から、取り口を、モデルチェンジした。すなわち、右を指し、その太い右腕を返して、相手を浮かせながら出ていく取り口である。この安定感と破壊力が両立されたスタイルを身に、つけて横綱昇進を果たし、1999年から2002年、頃までライバルの明けぼの、高野花。 若野花、高の涙が怪我による不審や相次ぐ引退にあえぐ中、第一人者としての責任を全うした。ありがとうございます。